なんか最近その過去動画が今になって伸びたりするんですよ。はあ、昔のね。そう、昔の動画がその最近特に実写系とか出してないじゃないですか。最近ちょっ確かに。とこう昔の動画が伸びたりするんですけど、その中でも最近結構伸びてて、めっちゃ僕が笑ってるのが、ボンジュールさんと連絡が取れません、本当に探していますっていうタイトルの動画なんです。あれか。最近上がってきた。それが上がってきた、最最近こ近。れ上がってきてるんですよ、再生数ぐ何んそぐん。れ。ぐんぐ何ん上そがってれ。きてて。そんなことある。これどういう動画かっていうと、ボンさんが、なんか給料を1ヶ月分、そのそうだ。視聴者プレゼントするみたいな。おととしの誕生日一昨の年か生2年放前送か。で。2年前にボンさんの給料を視聴者に全額プレゼントするって、その頃はボンさんも気前が良かったから、そのプレゼント。今、ドケチみたいな言い方するけど。そう、まあ1ヶまあ、そう月です。分プレゼントすることに1なっヶ月。て、それが決まった次の日ぐらいにボンさんが韓国に出張があったんですよね。そうです。仕事が韓国であって、仕ド事ラがマね、の。韓国であって。だから、そう、韓国に仕事に行ったから、海外逃亡風動画撮ろうっつって、ボンさんと連絡が取れませんっていう茶番動画を、茶番だった。撮ってたんですけど、今それ伸びに伸びて16万7000再生。伸びてんな。探さないでくださいって言いながら、韓国にいますわ、草っつって。しかもそれカメラと回してくれたの、うん。スパセルのお偉い人ですか？ めっちゃおもろいやん。ひろしさんですか？ひろしさん、ひろしさんにもやらせそるれ、お偉い人な。に指示して、俺がめっこうちゃお言う偉いて、さんよ。俺が消えるまで撮っといてくださいって言っめちゃくちゃお偉いさんよ。て。めちゃくちゃお偉いさん。すごノいリノな。リだったの、あの人も。ひろしさんが？そノんリなノこリとあだったる？の。ひろしさんだってもういや、ある。業界の中でももう超お偉いさんですよ。お偉いさん、ちょっとでもノリノリだったのよ、あの人の謎に。すごいね、ボンさんもね、お偉いさんをね、もうカメラマンに使うようになったんですよ。そう、まあ、そんな、言い方よ。え？言い方やめてよ、言い方。本当に。その方だってもう、あれですかね、山田孝之さんのこと、あ、孝之っつって呼びますからね。すげえ人なの、もうすげえ人すなの。ごい人よ、もう超ね、お偉いさんじゃないか。エピソードありますよ。多分みんな通じないけど、どんだけ真面目かっていうと、はい。韓国その2日目とかに、はいはいはい。集合が9時か10時ぐらいだったんですけど、その、なんか、そういう忙しい方って向こうでも仕事するじゃないですか、それホはテル海とか外行っでちもゃ忙しいですよ。はい。う。で、朝、お会いして、みんなで現場に、はいはい。行ってるときに、ヨウさんが、くそ、眠いって言ってたんですよ。何やってんの？自分に悔しがって、眠いのに悔しがってるんですよ。悔しがってるんですか？悔しがってる。なんか、たるんで、俺たるんでるみたいな。本当にそれ。本当に。絶対嘘でしょ。本当に。くそ眠いっつって。それ畜た生、だ、畜生って言っ眠てくてイライラしてるだけなんじゃないですか？ました。違違う。うんすか？そんな眠い自分が情けないみたいな。そんなことある？本当に。そうか。びっくりした、俺、それ。いやー、すげえ真面目やなと思そっれ、ボて。ンさんが面白おかしく言ってるだいや、け。そん本当に。なに？あ、そうで隣す歩いてて、急に独り言で、あ、そう、眠い、つきちょっつって。か。確かにな。これじゃあ、ちょっと仕事の影響出るみたいな言い方してたんいや、まあ確かに。あの方はもうね、本当にすごい方なんで、僕も尊敬する。はい。げえなーと思って。スーパーマンなんですよ。ずっとスーパーセルの前はもう、アップルで、CM、テレビ CM 作ってたから、だからもう iPhone の CM とか、だから彼作ってるんですよ。すごい方ですよ。その人にカメラ回させて、俺のスマホ渡して。俺のスマホ渡して。あ、横で撮ってください。ジ？YouTube 的に横で撮ってくださいね。何させてんのよ、マジで。何をさせてんの、本当に。横で YouTube 的に横で。そう、アップル。iPhone のテレビ CM 作ってる方に。そう。カメラ回ったら手挙げて教えてください。しかも内容はくだらん。あれでしょ？そう。くだらん、あれ。じゃあ僕が消えたら、3秒くらいしてカメラ止めてくださいって。すそ
すごいな。すごいな。すごいな。本当に。こき使って、こき使ってます。怖いもの知らずやな。まあ、そういう目でまたね見返していただけると、あ、ボンさんこれお偉いさんコキ使ってんのかといや、そういう意味では本当にそう使ってました。うん、欲しいな。いや、じゃあちょっと最後ためになる話で終わりますか。